一般ご飯ですね。まだインフルエンザがいるからさ、あんまり大きい声出せない。し、こっそり。もつだね。これは明日にしようかな。お、なんか落ちた。これ、もつの。穴開いてるよ、これ。落ちちゃった、これ。どうしよう。まあ、やっちゃおうか。それから煮付けにするんだけど、今日は何するかはまだ決まってないんだよね。いろいろ買ってきました。これ安売りしてましたからね、まだらの子ですね。でもう汁は作らなきゃいけないでしょ。汁を作って、汁には何に出るかな。豚のしゃぶしゃぶ肉はないね。あらま、牛肉の汁だね。そうするとね、牛のこれの汁だね。すき焼き丼みたいなの何かいいんだろうか、悩みますね。まあこれもちょっと焼いちゃいますか。鶏ね、鶏ソテー、鶏をソテーしようか。ネギはね、すごくいいのがあったの買っていったんですよね。昼間から鶏をね、こう手羽先やっちゃったから、やっぱ牛肉がいいよね。牛肉しよう。牛肉をやっつけちゃおう。でも汁の中入れるもんだよね。じゃあ汁の中には鶏だね。うん、悩むね。あとこれ、これたくあんですね。昨日、今持ってきました、たくあん。すごく美味しくできてますね、たくあんね。ちょっとぬかをぬぐってやって、この人たちはもうみんなタッパに入れちゃいますんでね。タッパに入れてるんだ。切っちゃいますか。よいしょ、これね、タッパに入れちゃいましょう。でこれをちょっと洗って、今日食べますかね。まあすぐに食べちゃうんだよね、そのぐらいね。そろそろたくあんが一番おいしいしよね。それがね、たくあんが一番おいしい季節。それはおいしい。発酵食品だからね、このぐらい発酵してるわけさ。なんかもうこのまま食ってたいね。ご飯に合うね。今年は塩少なくしたから正解は。美味しい。しょっぱすぎるたくあんあるけどね。色粉使って真っ黄色にするたくあんもあるけど、僕あんま好きじゃないね。袋がそういうの嫌いだったからか知らないけど、一緒にたくあんの色はずっとこれ。塩加減下っ端正解だな、これ。去年はしょっぱくって半分ぐらい残った。今年はうまいね。あとでしまおう。前もたくあんが心配やんないようだ。鶏がありますからね。これは鶏で汁にしようか、今日はね。あんまりやったことないですよね、鶏でネギ汁ね。うまいね。そこそこうまいですよね。それの豚切りの汁だけど、ネギいっぱい入れてやるとね、なんか美味しいですよ。これ全部入れちゃおうか、これね。今日これ8本で300円だったかな。今日ですか、びっくり。なんか土がついてるってのはいいよね。ネギはね、ちょっと買わざるを得なかったですね。ビスカットにドーンって。
大体野菜はね、うちの奥さんが行くスーパーの方で買うんだけど、ちょっと間に合わない時とか俺が買ったりしますよね。僕がいつも行くスーパーはそういうなんかがあれですね、そういうなんていうの、野菜より魚が美味しいところですね。だから魚よく買います。本当にお店によって違うからね。このぐらい使っちゃおうか。これ全部使っちゃいましょうかね。甘酢汁を使っちゃう。まあまずかったらごめんなって言ってるよね。鶏汁ですからね、ネギたっぷり入れて鶏をよく煮てやって食べるっていう習慣でね。それはそれで美味しいね。どうなんだろうね、鶏の汁ってどうなんだろう。で、牛肉はピーマンと、なんだっけ、チンジャオロース風に作りますからね。これなんですよ、細切りたけのこ。これ買ったやつ。細切りたけのこがあればね、もうチンジャオロースは無敵ですよね。これも煮なきゃな、これも。よいしょ。その前にネギ用だな。ネギね。牛肉はね、何と合わせたらいいんだろうな。タケノコと合わせるとチンジャオロースか。椎茸このぐらいの汁に入れましたね。で、人参ね、人参椎茸。人参椎茸ネギ。ほほう。で、汁は汁で OK。ね、汁、汁。これでいいか。ちょっと大きめに切ろうか。ちょっと今日はいっぱいやんなきゃいけないことはな、あんまやりたくないね、めんどくさいからめんどくさいんだよ、今日はなんかちょっと仕事もうまくいかないし、プログラムがあんま使ってない。昨日お酒飲んじゃったし嬉しい。ネギだったらいいですよ。もうちょっとな、頭に入れてやろうか。ネギ頭のように。この辺はまあ大丈夫みたいですね。これも大丈夫だね。はい、ネギ頭。やんないとダメだね。ちょっとベタついてる。このぐらいを入れてやろうか。残りはここ入れて、ちょっと塩で揉んであげないとダメよ。できるだけ細かく切りましょうね。取り臭くなるから、ぶつ切りだと細かく切って、沸騰してる中にバッチ入れてやって、ガラガラって見てやると取り臭くないから、それ以外だと取り臭いんじゃないかな。一回火で炙ったりしてもいいんだけど、だったらこの人もせっかくね、モモの方だから。モモは皮があって油が多いから、
旨味をね、うまく使ってやると嬉しいですよね。旨味をうまく使うです。ガラガラと無駄がないとね。毎日料理作るのってのは大変だよね。何も後片付けが大変なんだよ。で、料理作るのはそんな大変じゃないんだって。あのただ材料切って煮るか焼くか蒸すか揚げるか、あ、いろいろあるなすればいいだけだからね。ところが後片付けはもう大変だよね。あ、料理ってさ、出した時にわーって喜んでもらえるんだけど、後片付けてさ、しても誰も喜んでくんないでしょ。当たり前だよっつって後片付けできないとなんか汚いな毎日って言われるだけでしょ。だから後片付けもなんかもうみんなわー綺麗に片付いてるっつってそれは当たり前だよね。何もやらなくても綺麗に片付いてるもんな面白いよな、そういうのな。なんか夢のようなキッチンをさ、あのなんかあのリフォーム屋さんとかなんかがさ宣伝で使ったりするけどさ、俺はそういうの見るたびに、おいおいおい、これ片付いてねばダメだねって、片付いてるからいいんだよねっていう感じで笑っちゃうよね。でそんなキッチンじゃないって言ってるのって言ってね、ラーメン悪かねえんだよ別にね。カツラーメン悪いわけじゃない。そういう食事っていうのは炭水化物が中心にあるそういう食事っていうのはコストかかんないし簡単で美味しくて誰も文句もないで誰も傷つかないんだけど、その代わり生活習慣病の後がこれだけ蔓延してる時代を作ってるよねってね、僕は思ってます。もちろん違うかもしれないよ。それをあの証明する手段はないし、薬が効いてるってことを証明する手段ってもうないんだよな本来。あの統計学的な処理でやってるんだけど、あれはなんかこの間いろいろと本読んでたら、そうだよな、これ本当に薬効いてるせいなのかどうかって分かんないよねってね。食事調査だとかさ、CRT だっけ、あのエビデンス見る方法だとかいろいろあるけどさ、そのエビデンスってのはまず役に立たない考え方だよねっていうね。まあお医者様ってのはもう頭いいからさ、騙されるんだよな。ちょっとかわいそうだよね。そういうお医者さんもみんな病気になってしまうって考えるとね。まあもうちょっと死を終わりだね。もうおいしそうだよね。おいしそう。シンプルなもつ煮を作りましょうか。もつ煮だけはね、圧力鍋がいいと思う。あと ほぼ圧力鍋って俺高い評価してないんだけど、もつ煮はあの圧力鍋でやるのはいいんじゃないのって思うよね。そんなにごくごくそのないようなお湯で柔らかく煮てやるんだけどね。お、なんかもうガラガラ煮てる。はい、弱火にして、ガラガラ煮て、弱火にして、これで汁も終わりだからね。これ1個あるだけでいろんな意味であの食事は嬉しくなるからね。まず汁を食べて満腹になってからご飯食ったらいいし、ここにうどん入れてもいいし、すげえうめえぞ。はい、もう OK。これ終始言ってたら20分しました。
それからだね。はい。この人たちあれだね。圧力なんかの方も、じゃあちょっと2時。赤ワインか酒だな。酒あるか。オッケーだね。じゃあまずは。なんか汁できちゃったらもう終わりじゃん。今日は途中でだね。昼食わなかったからさ、晴れてさ。ナゴさんちょっと汁欲しい。インフルエンザが苦しい。ヒロ君はね、そんなにいらないんだけど、あ、そうだ、今日あれ買っていきたかった。どうしようかな。パーマの目買って、人形の目買ってきたんで、ね、あれもうまいの、あれもいいんだし、今のお酒のこと、ね、通常のお酒風ですよね。通常のお酒風誰チンジャオロースって、なんでこういうの好きだろうね、チンジャオロース食べ物合わせるのかな。もやしが入るってのはあんまり見ないよね。多分俺流俺流俺流人参はあんま入らないよね、チンジャオロースってね。みんな入らねえよ。単になんていうの、牛肉にオイスターソース味で炒めたっていう感じのようですね。これがまた美味しいんだよ。普通のフライパンでいきましょうかね。お、まもなくこれ収集いたしますね。収集いたしたらあっち行きます。あっちこっちあっちこっち。やっぱ台所仕事ってのはさ、本当に何ていうの、インテリジェンスの高い仕事だよね。こう火が上がってこれが傷むの嫌だから、電子調理器ってのはそういう意味ではすごくいいですよね。こっちで準備ってやるからね。よいしょ。はい、強火で入りました。でチンジャオロースが出てくれば、あー、いいね。これでこれで全部使っちゃおうか。なんかちょっと物足りねえかな。やっぱ玉ねぎだよな。玉ねぎ半分ぐらいか。っていうのは今の季節の玉ねぎってでっけえからさ、あんまりたくさん入るともう中心にちょっとこっちで。あんまいっぱい入るとさ、もう玉ねぎ料理なしになるから、これはちょっとそうじゃないよね。みんながこうこそこそと集まって相談してるみたいな感じ、そういう感じの料理にしたいよね。だから玉ねぎもみんと薄く切っちゃって、なんだっけ、そのものに合わせたいんですね。これに合わせてやりたいからね。
この2人がこそこそと相談をしております。イメージとするとこいつら、これはチャリって言った上にこの人たちが下に入るので、いいところ、味付いたねっていうところで、玉の木たちが来る。これは一つの物語ですよね。こうやって焼き入れながら牛の脂が出ますからね。これはすごく牛のバラ肉なんだよな、油が多いところなんで。大事なのは煮なぎってことね。煮るとダメだよ、煮なぎ。もうこれはこう、油がすぐるからね。でこれそんなに火通さない、油がまず出るところまでね。で、この時点でと、中華鍋でお餅バーンってやるのも楽しいんだけど、こうやってなんか手でも手札で、そのうま味をね、野菜に入れていく。キノコとかね、舞茸なんかあるとここでもまた活躍してくれるけどね。今は外側の組織が硬い、それで水と旨味を運ぶから、こうやってやってるとね、また美味しい。弱火。この人たちは最後にまた同じように来ました。まだ、おお、あっちがシューシューいってますね、風邪をね。なんかもつくせえなと思って、そうねやってたじゃん。一番最初のあの野菜のね、野菜にギンクなんかね入っていくんですね。何よりも肉を食うもんだからね、料理ってのはね。野菜はとっても大事なものなんだけれども、ね、肉を食うっていうことを忘れちゃダメだよね。塩振るの忘れてた。まあいいやね。で、この上に乗っかって上がっていくんだよね。で、今までの時間で、ぶっ飛んだ水分をこのもやしさんと玉ねぎさんが持ってきてくれたんだよね。匂いさんだと、もやしと玉ねぎの香りをしてる間はまだダメね。もうなくな、もうしないねって感じになったら、OK ね。で、ここに水分が出ないんですね。なんか今日は真面目だよ。グーグル出てこないよ。どうしたの？
疲れてるんですよね、多分ね、俺ね。野菜多くなってくるともう油が足りないからね、それでこうごま油とかなんかでね取り入れてあげて、うまそうじゃろ。ビーフなんか入れてもうまいね、これはね。で、おいしょ。これがね、砂糖入れる人もいいですよ。まあそれはそれで美味しいよね。味を強く出せるからね、砂糖入れると。これをこう、あれはだんだんみんな入ってるんだけど、まあフライパンの底に旨味が逃がしちゃったから、フライパンのところね、旨味を避けて追い出してるでしょ。うまそうだろ。で、味見するとしょっぱみがちょっと足りないぐらいなんで、でももやしと玉ねぎがいい感じだったね。それは困っちゃう。肉に入れて野菜に合わせて、うまそうじゃの。OK、 これでできます。見た目より美味しいからね。見た目よりね。オイスターソース入るとね、醤油とか甘みが強めに出るから。次僕は大体これね、いつも焼いたのはね、美味しいですよ。もやしがね大事。もやしの水分がね出て、またもやしが吸ってくれるんだよね。もやしって旨味をね、そこを最低。そうしたところで、もちろんあのまま煮て、ゆっくり処理でいいんですね。刺身食べました。ちょっとローラーに煮て、刺身蒸し蒸し刺身でござる。ちょっと安いんですか。いつも行くスーパーはこれがね、安いところがいいからね。うん、おー、うまそう。はい、そしたら刺身を切って、今日のご飯の出来上がりですね。刺身は僕は薄く切るね。楽しいから、こっちうまいな。なんで寿司屋とか料亭の刺身が熱いかって言ったら、早く
あっという間に切ってもらいたいからだよね。だからもう飲み屋とか行って刺身頼むのなんか嫌でしょうがないよね。ちょっと包丁で3分の1に切ってくんないとか頼んでるんだよね。薄くして薄く一切で3人で食いたいからって。貧乏人って言われるよね。ミックスジュース貧乏人、貧乏人。そうだよな、それが幸せだ。うん、うまいうまい。こっちの方が柔らかいんでね、こっちはパクッとおじいちゃんこうやってどうしてあげよう。こっちはまあ直したんだよね。おっ、お皿には刺身を入れます。ね、うちのおじいちゃんも何食わせるか。野菜炒め食わせましょうね。野菜炒め食べてちょうだい。お、今日はちょっと牛肉やで、こうせやよ。ほうれん草あるね。ほうれん草を、あ、ほうれん草はランチなんだで、魚でしょ、魚。鮭をね、こうやって並べて骨を張るですって、食べやすくした方がいいよね。で、これが手羽元でしょ。ここ先だ、朝作ったやつだね。ほんとね、こうやってスポッと外れるからね、うまそうでしょ。ステンレス時だけど、まあこうやって一口に切ってやるのが日本料理だってね、よく言うよね。逆言えよ。ほら、そのよく言うだよ。で、たくあんだね。たくあん、たくあん、魚切ったやつだけど、タンペン。まあ、たくあんもやっぱ年取るとね、食いづらいから、このぐらいに切ってあげるのがいいよね。たくあん。前が見ております。かわいいね。まあいいでしょう。それで、あとこれね、唐揚げが一つあるかな。こっちは揚げてあげようか。本当にあれだよね、配膳で時間かかってるよね、俺ね、料理作ってる時ね。もうこれでいいかもしれない。今日鶏肉の日だね。なかなか凝ってるよね。はい、そしたら汁をもっと入れましょう。汁はね、スープを食うわけじゃないんだよね。あくまでお肉を食べる。うん、なかなかうまそうじゃない。はい、これで OK ですね。はい、じゃあ今日のおじいちゃんのババンはこれね。で、最後にほうれん草ちょっとこうやってやると
まあそうじゃろ、はあ、じゃあもつ煮は明日出来上がるようにもうそろそろ柔らかくなってるね。これを30分ぐらい、だし醤油で煮て終わりになります。ということで今日の晩ご飯これ。俺は今日はビールは飲まないで食ったらとっとと寝る。もう寝る疲れたじゃない。